どうす。お疲れ様です。ゴールデンウィークどうでしたか。何もしてないです。撮影やったんじゃないの。撮影結局なしになって、あ、なんか本ちゃんのやつ、はい、なんで予定が分かった。すいません、ちょっといろいろ。お前なんか遊んどったら家でぼーっとしただけって言ってたから、予定はせばやまってもんね。あ、そこちゃん用は、そこちゃん用1本撮りました。あ、撮った。はい、皆さんお気づきでしょうか。また真ん中に一人誰かおるわ。これちょっと絵になるね。でもね、美人三姉妹みたいな感じじゃない。もうなんか年齢バレません、これ。あ、いや、いくつだ。いや、結構上だよ。27です。あれ、いくつ。26だよね、今年。6? 26です。6、7、8ってことにしておいてもらってもいいですか。あ、そんなにとる。あ、9です。9になりました、先週か今週。あ、そういうこと。9。また今日から新人ですよ。はい、うちあれだね、美人しか入れん。なんかコメントにも結構書かれてますよ。なんて、あ、なんか書いてるような。塗り替え道場は美人さんが多いの。多いよな、本当も。はい、緑もちょっと手出して。いやです、はい、手出せい。すいません、仕上げられる。うわ、エロいわ。営業だね。はい、営業です。もう今日から。今日から行きます。どう、すごい、めちゃなんか緊張してるって言ってたのにはめちゃくちゃハキハキ喋ってる。めちゃハキハキ喋ってる。すごい、なんか、いや、面接の時も超ハキハキ喋ってる。そうですね、面接は私も対応したんですけど、うん、ちょっと圧倒されとる、逆に。そう、逆に、すごいと思って。お前ほっとってもよう喋るよ。ほっとかれた方がよう喋るかもしれない。いや、もう1ヶ月もしたらもうあのだんだんおしゃべりになって、だんだんうざくなるの分かってる。営業希望だからさ、やっぱ。もともと何やってたの、仕事は。販売職でやってました。販売、販売、うん、ね、どんな販売やってたの。エビせんべいを売ってました。エビせんべい、はい、そこまで言っていい。あ、はい、大丈夫です。エビせんべい、エビせんべい売ってました。へー、なんか言っとったんだろう、そのエビせんべい売ってるから。なんだっけ、そのね、冠婚葬祭とかそういうの送るんだよね。そうですね、やっぱ多いですね、ご用途としては。もう喋り方がなんかもうお前みたいな、あの田舎のもうザ・港区女子じゃない。あの東京の港区女子だとね、ちょっとあのお正気で、名古屋の港区女子は不良の港区女子だよ。名古屋の港区女子っておいお前みたいな、ちょっとこっち側に卵買ってこいみたいなのが名古屋の港区女子。逆に私が、うん、あのこういう喋り方したら絶対気持ち悪いって言いますよね。キャラがありますので、ね、皆さん。そうそう、でも俺は面接した時に唯一心配だったのは、もうめっちゃお上品だったの、本当に。もうなんか指もこの感じだったよ。そうでございますね。そうでございます。私の就職希望は何々でありましてみたいな感じだった。ちょっと俺もあのこういう言葉使ったことないんだけど、面接の時そんな感じだったよね。だからうちの会社入って大丈夫かな。確かに。もうペコちゃんがやったらもう自殺しちゃうよ。私みたいな印象悪くして、ペコちゃんがやったら自殺しちゃうんじゃないか。やめてやめて、誰も自殺した人いない。ね、だからどうどう、でもまあまあ分かんないよね。もう本当にだってこの動画で初だもんね。初、でもう喋ったことないでしょ。今初めて喋った。まだうちの会社来て1時間も経ってないもんね。経ってないです。で9時半なもん、今35分なもんで、もう30分。30分。9時30分。やば、この、ね、30分で。他の男性社員は、なんか、いや動画出していいですかって、ダメだった。3ヶ月以上出すなとか言って、この違い。この俺の違い。確かに。セクラウエスのこの違い。そうやって言われてみれば。ああ、そうじゃん。あいつも入ってねえし。あ、確かに。いやいやいや、誘う誘う。まあ営業じゃないよな、うっち。あ、時間ある。ちょっと5分ぐらい。でも、あいつも本当に痩せたからね、視聴者の皆さん、マジで。あのダイエット企画やってるから。そうなんだ。そうそう、ダイエット企画中なんですよ。知らんかった。ちょっと。でもゴールデンウィーク前に、ゴールデンウィーク中に痩せますって言ってました。言ってた。言ってました。うーん、まあ、ぼちぼちです。そう、はい。ちょっと考えちゃった。本当にぼちぼち。まあじゃあせっかくだからちょっと座ろうか、一緒に。ちょっとマイクないけど、マイクないけど。全然知らんかった。うちってこうやって見ると本当美人多いよな。なんか若いですよね、だって。若い。みんな若い。確かに。
でコメント欄にあったよね、社長の趣味だろうとか言って。社長の趣味だよ、そりゃそうだよね、綺麗な方がいいよね。いや客商売だし、やっぱミナリーは整ってるかってい方がいいですよね、造形がどうとかより。そうだよね、でそういう風に見えるじゃん、いい風に見えるよね、やっぱ笑顔がいいとか、ね、性格がいいと。でも販売職で、なんで営業やってみたいなと思った。まあ、それ気になる。ね、逆にそれ、ね、販売と営業また違いますもんね。うん、なんかお客さんと接する仕事ができれば何でもいいなとは思ってて、まあ、それがたまたま営業だったっていうだけで、そこまでこだわりはなかったです。お上品だ、もう本当に。あれ、ペコちゃんと全然違うわ。声の質が違う。声の質が違うの。なんか俺、お前のこと綺麗な子だなと思ったけど、ちゃったわ。綺麗な本当これだわ。もう終わった。うちの時代は終わった。終わったって言って。いや、お上品だね。お上品ですよ、本当に。でもまた楽しみだね。もう動画出ても全然いいんだ。はい、大丈夫です。またこれすごいのがさ、ちょっと全員立ってくれる。ちょっとこっちから写して。いや、こっちから写して。いや、この2人を写すとさ、大きいなってなるじゃん。はい、だけどさ、そのリリーちゃんがでけえの、ちょっと大きい子だなと思うじゃん。こっち写す、間入ったらすごいこと。こっち写すけど一定違うよ、ペコちゃんがでかいよ。まあまあ、一緒だろ。158か9ぐらい。俺ちっちゃく見える。めっちゃ、なんか見上げた顔。横並べたらよくわかるよ。ちっこー。やばくね。だって一定ちょっと、じゃあここ間に出して。すごいっすか。一定俺よりでかいでしょ。はい。だってギザギザになるくないこれで。すごい。すごいね。スタイル。めっちゃスタイルいいですね。スタイル良すぎでしょ。腰の位置がなんかおかしくないみたいな。いやいや、だってさ、リリーちゃんの腰の位置もだって俺より高いから。俺よりちっちゃい。やば。でもそもそもあるじゃないですか。ズボンの形。170?76 あります。やばい。腰の位置がすごい。お客さんが腰の位置やばい。お客さんが腰の位置見て。全然違う。全然違う。やば。あ、全然。ここだよね、骨盤。あ、ここですね。え、た。やば。え、た。ここです。こっち、これ。え、うち。スタイル良すぎでしょ。モデルさんじゃん。モデル級だよね。細いし。細いし。ね。いや、ちょっと緊張しようとあんま喋れないけど。はい。いや、結構きつめだったよね。面接は。ハキハキしとったよね。ハキハキしてました。しとったよね。まあ今日ちょっと硬いね。カメラ回って緊張する。緊張しますね、やっぱり。ちょっとね、なんか質問ないかな、喋らせれるような質問。え、うちの会社のなんかいいと思う。いいと思ったところ、いいと思ったところ。入社決めた、決めて的な。でも本社の雰囲気がすごく良くて、で面接来る前にも動画拝見してたんですけれども、そこの YouTube 見てたんだ。あ、YouTube 見てました。YouTube の雰囲気とかもすごい良くて、あ、この人たちの仲間に入れてもらえたら嬉しいなと思って面接来ました。完璧。お上品やな。完璧です。お上品やね。あ、でもまあいいんじゃないって思ったけど、本当に2人の心配はやめちゃうんじゃないかって。メンタル的な問題ありますよね。メンタル的っていうか、もう多分見たことないと思った俺のこと。多分地球以上に。そう、多分周りに生息してないじゃん。やっぱり。ああ、はい。こういうね、まあお上品ふーってやったら、だって俺多分さ、もうキャバクラでこんな子がついたらちょっと変えてって言うもん。逆にやりづらい。やりづらいわ。そのクラブとかね、ラウンジ街であればこんな、あ、いらっしゃいましいらっしゃいまし、あっちに行ってらっしゃいましって言っちゃうもんね。あなたと喋れないましって言っちゃうもんね。もしなっちゃうでしょ。わかります。そうそう、まあ酒飲んでね、まあ行儀悪いのが、その、まあ売りでもないけど、別に自分のそのスタイルですもんね。こういうのをチヤホヤしてくれる人が好きなわけじゃん。こんなキャラ来たらさ、ごめんなさいって。ごめんなさいね、俺目から目線みたいな感じでコメント欄ありそうだな。一人で、一人でと、あの社長と一対一とかってめちゃくちゃ喋ってくれるかもしれないです。あ、いやでも結構喋っとったよね。そうですね、はい、結構喋ってくれてました。で最後にあのオッケーって書いてたじゃん。もうそれ会社全員しとる。あ、いや、あのキャラでもお上品で待って、はい、そうですね、私の志望動機は何々でございます。右から左へ参ります。どういうこと。面接しとったのに、いや、じゃあね、まあ俺もすごいいい子だったから、まあ一回春日井のね店舗も行ってくれみたいな話だったのね、上司にも会ってくれって。で俺が先に面接して、
店長たちと会ったんだわ。ああそう。で店長たちが使うからね。で、まあ、俺はいいと思うよって言って、うん、じゃあこれからもし一緒に仕事することになったらよろしくねって言ったら、オッケーって言って、ローラからこんな背高くて、オッケーって、オッケーいらっしゃい。いやそうだよね、覚えてる、覚えてます。俺それ全部噂したね、会社中に多分大事だと思うよ、あの子ってね。俺すぐ言ったよね、はい、あだ名はなんて呼んだらいいの。あだ名なんだろう、何する。あだ名なのかもう分かんないですけど、名前も知らないんで、私も。まあ、のっぽでしょ。やばい、それは意地悪いからね。なんでなんで、のっぽって悪口なの。でもなんか可愛げはない感じ。そうそう。実際自分がその身長高いことに対してコンプレックスがあったりとかするんですか。いや特にはないです。普通にヒール履くので。あ、そうなんだ。でもやっぱり修学生ぐらいの時って悩まなかったですか。なんか周りの人がちっちゃいなと思ってます。あ、逆に強い。メンタル強い。多分彼女はメンタル強い。私めちゃくちゃ悩みましたもん、中学生の頃。あ、自分の大きさ。そうよね、165あるもんね。 すんごい悩みましたよ。だから強いですよ、多分。強いと思う。そうやって。あだ名は何がいい、うん、いいのかな。やっぱり本名は出さない方がいいっていう感じで、みんな一応あだ名を最初はつけ始め、うん、何がいい。あだ名のっぽいいんじゃないの。嫌じゃなかったら。あ、全然なんで。いや逆にいいよね。 のんちゃんはのんちゃん、のっぽでどうでどうで。ああ、のっぽののんちゃん、のっぽののんちゃん。あ、いいじゃん、のっぽののんちゃん、のっぽののんちゃ できるかみたいな感じじゃん。のっぽののんちゃんって。のんちゃん、のんちゃん、のんちゃんいいじゃん。のんちゃんでいいじゃん。のんちゃん、のんちゃん、のんちゃんね。クヨタ、リリーちゃん、レイミちゃん、ミドリ、ウッチ、ノンちゃん、あと誰かおった。ペコ。あ、ペコ。あ、ペコちゃん。ペコ、ペコ、なんかペコ、うん、ペコね。ミドリちゃんとかね。なんか多すぎてもうみんなわけがわからんじゃん。キャラ多いです。キャラ多すぎる。ほんと覚えれ。また動画だと喋ることに集中するじゃん。そうですね。そうするともうほんとさ、その名前覚えるのが1ミリぐらいしかなくなるわけじゃん。全然出てこんもんね。私普段回ってない時は本名で呼んじゃうから。あ、そうそうそう、余計ですよね。そう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 、ごっちゃになる。見返し楽しいね、女性がね、こんな。頑張ってください。頑張ります。もう、はい、世代交代って言われるから。毎回毎回世代交代って言われるから。お前の時代は終わったって。全然終わってないですよ。もう美人担当終わったから。もう二人も俺は十分。確かに。じゃあなんで、もうお前美人担当だと思ってんの。まさかの。お前、コメント欄で結構書かれてますよね。人気者だよね、結構。めっちゃ人気やと思う。いや、人気者と美人はまた別だ。また確かに可愛いとか綺麗とか書かれてるけど、それみんな書かれるでしょ。表面上でも3人って。俺嘘はつけるわ。正直者だもん。正直者だ。いや、でもいいじゃん、そこだけが武器じゃないし。でもキャラだいぶおもろい。キャラおもろいし、ほんまにマジで、うん、まあ、それでいいと思うよ、うん、それが別に悪口じゃないじゃん。そうしたらまあ俺なんかどうしよう。すぐキャラって羨ましいよね。ああ、まあそうですね。視聴者さんの印象に残るキャラを持ってるっていうのが強いじゃん。そう確かに。さっきすぐマイナス思考出したろ。あ、そんなことないですよ。マイナス思考出したろ前回で。リリーちゃんも営業なの、管理に戻るの。でもとりあえずは管理なんですよ。とりあえずは管理で、まあ営業はちょっといつからかとかそんなのは正直決まってないけど、とりあえず営業希望ってことはまあ知ってはって、その知ってはって、アイドルとかもあの可愛かった。お上品の先生みたいな。お上品の先生みたいな。関西弁で、あの京都弁で攻めてきたね。また京都の上品さらしいだね。土星土星現場管理になる土星。現場管理土星。まあ、ほんとにまあ営業規模、まあ俺でも女性の方がコミュニケーション力あると思うの、ほんとに。なんか俺も商談やっとっても、まあ確かにあのすごい楽しいんだけど、俺は商談とかお客さん喋ったの。だけどもう、やっぱ費用対効果じゃないけど、なんか時間気にしちゃう。で、スケジュールもパンパンに詰めたがるけど、女性ってなんか案外やらかさとか、ね、コミュ力高いじゃん。電話でもいいとか。男っていうのは本当にコミュニケーション疲れるんだよ、あれ。喋ってるの好きだけど。女の人ってそうじゃない、喫茶店行ってなんか2時間3時間喋って、ああストレス解消したって言って帰れるじゃん。俺常にもやっぱ疲れるもん。お、2時間喫茶店で喋ってたら近況報告みたいなとかでも、そうそうそう、疲れる。楽しみですね。じゃあどういう風になっていくのかが、また成長を追ってきますんで、はい、でね、また緑も
ね、うちと同じね、はい、動画行くし友達になります。友達お前会社なんてどんかいから。またこれからね、あのじゃあ、まあ、ゴールデンウィーク上げてでまた関東行くっていう風で、まあ、会社内もいろいろ動いていろんなね動きがあってまたみんながこうやって成長しきゃいいんじゃないかなと思ってます。はい、あの外気塗装のマッチングとあの求人マッチングとやってますのでぜひそちらの方もあのババンと出てますのでよろしくお願いします。お願いします。また見てね。すごい絵、いいね、なんか美しい。向こうから見たかった。向こうから、まあ、楽しいわな、でもな、はい、面白くなるよな。ね、一緒に仕事できんのがちょっと残念だね、店舗違うと。あ、でもまあまあ関わってくことがない。今コロナだから特にミーティングないしな。そうですね、